このフードコーディネーションっていう、役目っていうのは昔の映画の中には全くありませんでした。でこのフードコーディネーションが初めてこの映画の中に取り入れてくれたのは亡き伊丹さん、伊丹十三監督で、そのタンポポっていう時にその私を見つけて読んでくれたんですね。ですからこういう料理について、今までは消え物っていう形でほとんど誰も見向きもしてもらえなくて、本当に消えてっちゃう、そういうもんだったらね、プロデューサーの方だったら、昔の美術のそういった消え物についてもたくさん知ってらっしゃると思うんですけど、いやそれほど年でもないと思うんですけどすいません、ね、いや本当にタンポポに呼ばれた時は、美術の 下に装飾っていう方がいらっしゃって、装飾っていう方がほとんどやってらした。それではこの映画はダメっていうことで、伊丹さんは料理関係の我々を呼んで、そのタンポポというラーメンの映画なんですけれど、その映画の中に起用してくれた。その、役目が今こうやって幸せのパンの中にもうまく噛み合って、料理というものが、みんなの中で映画の中でもドラマを一つずつ作ってくれたっていう、そういう気がしてるんですね。幸せのパンというお話は、洞爺湖にある月浦という町に、実際にある、カフェを舞台に、原田知世さんと大泉さんが、そこのカフェでパンカフェを営んでいるご夫婦、映画の中では一応お泊まりもできるオーベルジュという形になっておりますが、実際にご家族でやられている、カフェがそこの月浦という場所にありまして、その場所を借りていると。その2人のもとに春夏秋冬にそれぞれのお客さんが訪れて、ちょっと自分の中の、心のわだかまりだったりとかっていうものが少しずつ届けていくっていうような、お話ですね。そうなんです。美味しさの、その、直接的な美味しさではないんですね。それよりはもうちょっと心の中で噛み砕いてふってこう味わった後みたいな感じの美味しさを我々はこの幸せのパンの中で求めようと思ったんです、はい、そこの部分のところをちょっと考えていただきながら見ていただくと非常に私たちはありがたいなと思います。はい、とは言いながらお腹本当に減る映画ですので、多分終わった後にすぐパンを食べたくなると思いますし、間違いないと思います。コーヒーも飲みたくなるでしょうし、もっと言うとワインも飲みたくなる映画になると思います。